球史、前回の対戦は全てを出し切っての時間切れ引き分け、今夜こそ決着をつける、そう言っています。さあどんな表情でやってくるか。風雲のぼり竜、第25代のユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオンに輝きました天竜源一郎、待ち受ける八千代明の表情、ちょっと緊張の威力が伺えます。さあ天竜が入場であります。これが全シリーズのユナイテッドナショナル王座決定戦に見事優勝、25代のユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオンに返り咲きました天竜。今夜から天竜の新しい旅立ちが始まります。さあ天竜のファイトに注目しましょう。両選手臨戦態勢に入りました。試合に先立ちまして、日本テレビ並びに番組のスポンサーより両選手に豪華な花束が贈られました。気合入る両選手、対角線早くも火花が散っています。両選手の紹介。本日のメインイベント60分一本勝負を行います。青コーナー260ポンド、八津吉明。さあ八津が紹介されました。のし上がれ決め乙女、ジャパンカップの若大将八津。天竜源一郎、新しい旅立ち、第25代ユナイテッドナショナルチャンピオン、リリシーぞ天竜。さあリングサイドにはそれぞれジャパン軍、全日軍、それぞれのメンバーが全員陣取りました。物々しい雰囲気に包まれました。若林さん、はい、リングサイドですけどね、スーパーストロングマシンも椅子を持ってこの試合観戦です。あはー、なるほど。スーパーストロングマシンもリングサイドにいます。非常に緊迫したムードですね。そうですか。山田さん、思えばですね、前回先週の放送の、鶴田とストロングマシンの一騎打ちの時にも、汚い手を使うこのハリケーンズに対して、このリング上の天竜がこの画面のスーパーストロングマシーンに襲いかかる、椅子を持って襲いかかる、こういう場面が見られましたもんね。そうですね、はい、やはり今もう本当に、ね、緊迫した、もう物々しい雰囲気ですよね。そうですね。この両者、これが2回目の対決。2月5日の札幌決戦、八津が天竜をジャーマンスープレックスホールドで破り、インタータッグチャンピオンを奪取しました。出力に参りました天竜は武道館決戦6対6で八津との一騎打ちを実現されましたが、この時は1回目の対戦、惜しくも時間切れ引き分け。さあ松戸市運動公園体育館、名イベントを迎えまして、天竜コール半分、そして八津コール半分であります。そしてついにはこの天竜がベルトを返上して、今度こそと思えた全シリーズのユナイテッドナショナル王座決定リーグ戦では、八津のこの八津の負傷欠場で、まあ、決着は持ち越された、こういう形になっているだけに、両選手ただならぬこの試合にかける決意が伺えます。山田さん、まさにそうですよね。そうですね、はい、まあ、あの結局ね、過去のその因縁というのはそういうことで、まあ、取ったり取られたりと、で、まあ、特にあの前回天竜選手がわざわざ UN ヘビー級選手権を返上してですね、まあ、決定リーグというものをやったんですが、まあ福岡福岡、あの八津選手の負傷欠場ということで、はい、対戦が実現しなかった、それだけに天竜選手は今日はなんとかすっぱり蹴りよというふうに思ってるでしょうね。スポーツマンらしく綺麗にスカッと分かれましたロープ際、これが天竜であります。まあ馬場さん、前回の武道館決戦30分一本勝負でしたの時は、今夜は60分一本勝負、もうスタートからガンガンいってる両選手ですが、前回の試合でも両選手ゴングと同時にスパートをしましたよね。そうですね。でもあのこういうね、細かい技の応酬というものじゃなかったんでね、はい、今日は天竜も飛び蹴りはするわ、今のね足ばさみ、はい、非常にいいですよね。やっぱチャンピオンの風格が出てきましたよね。うん、そうですね。まあ山田さん、前回はこの両選手ともモテるフィニッシュホールドも総動員しまして戦いましたよね。うん、もちろんそうですね、はい、ただ今日のスタートの時点だけを見ますとね、八津選手が非常にあの力んでますね。あ、そうですか。さっきの足を取ってのごぼう抜きで叩きつけた力任せの戦法なんかを見せてますからね。何やらこの天竜に対して一言二言吐きました八津吉明。そして張り手攻撃だ。さあ二人の怨念がぶつかる対角線エルボー、日の出るようなエルボーになります。八津吉明、さあ流れるような攻めを作る、ドロップキック、天竜吹っ飛んだ、そのままカバーの体勢。さあ上樋口レフリー、カウント1まで入りました。うん、こういったちょっとの2人のこの一戦にかける意気込み、こういったものが伺えます。リングの中央、やはり馬場さん、今山田さんご指摘のように八津がちょっと入れ込んでますが、一方の天竜
落ち着いて見えるんですが、どうでしょうか。いや実際落ち着いてますよ、はい、今もねこうやって腕を取ってるんですよね、はい、もうやつの左腕が決まってるんですね、さあやつの腕を攻めに行きました。この八津吉明ですが左膝の故障がありまして、全シリーズのユナイテッドナショナル王座決定リング戦をリタイアいたしましたが、まあ八津はその悔しさをこの一戦にぶつけてくるでしょう。またこの八津不在のリング戦でありまして、一方の天竜も八津を破ってという気持ちだけに、この試合並々ならぬ闘志が伺えます。天竜であります。でも天竜が今ねこうやって常にあの静止している時でも常に上なんですね。あそうですね、これがねやっぱりあの非常に有利になるんですよね。下になってるのと上になってるのじゃね、はい、スタミナという点ですか。はい、そうそうです。思えばあのユナイテッドナショナル決定リーグ戦、まあ、デビアスを下しまして第25代のチャンピオンに輝きました天竜ですが、馬場さんその時にもいろいろと試合前天竜にアドバイスを送っていたようですが、今日はどんなアドバイスを天竜に送ったんですか。いやもう僕は何もしてません、全然。今現在天竜に言ってやれるとしたら何を言ってやりましょう。あのね、大技をね、はい、出すんですよ時々ね、それをねやっぱり練習場でねよく稽古をしてね、もう本当にやったら決まるという、これでもう勝負がつくという風にして やった方がねいいと思うんでね、この大技をねなかなかその練習場でというのもね大変なんですけども。そうですよね。さあ今度は安が切り返していくスプリングトーホールドの体勢ですか、山田さん。そうですね、はい、まだ回転はそんなに深くないんですが、はい、形としてはスピニングトーホールド、はい、いやスピニングトーホールドですけども、ね、天竜の足が中入ってるから動けないんですね。あ、なるほど。この狙いは馬場さん何でしょうかね。足殺し、さあまだ分かりませんね、はい、まあ今5分が経過しましたが、長期戦となりますとこういった下半身への攻め、こういったものが徐々に効いてくるかもしれません。天竜は上半身へ攻撃を集中いたします。さて、まあね、この奴がね、はい、その何の技で天竜を抑えてやろうかと考えているか、はい、天竜がまた奴をねどういう技で抑えてやろうかということをどういうふうに考えているかね、そこはあのまだ分かりませんよね、まあ、どうしてもね奴にすればやっぱり決まるのは原爆固めだと思うんですがね。そうですね、天竜にしたらどれにしようかな、僕らには今そのどれにしようと思ってその技をかけているかということはまだ分かりませんのでね。馬場さん、このヘッドロックの今背後からの体勢ですけれども、ものすごい力が入っているんでしょうね。そうですね、さあ画面では静止して見えましたが、この辺にも両選手の憤り伺えたと思います。さあ今度は天竜が仕掛ける。この頃この前半戦受けに回って、そして人見るやこのように攻め込みます天竜。さあ今度は逆さ抑え込みだ、カウント2まで来ました。さあ今度はあっという間に八津の反撃が始まります。キッチンシンクのような形で胃袋に蹴りを叩き込みました八津吉明。さあ先に三撃場所を取ってさらに追い込みます、さらに追い込みます八津吉明。新しいスタートを切りました天竜。さあどこで反撃を開始するか天竜、一瞬いっぱいの攻防、今度は八津がプラスチック、きれいに八津の顎を捉えました。この天竜は6月12日武道館でマシンの次期シリーズユナイテッドナショナル王座決定戦、防衛戦を行うことが決定しております。また一方の八津吉明、インタータック選手権長州と組みまして、マシーン宝組、そしてあのロードウォーリアーズの挑戦を受けることが次期シリーズ決定しております。まあ山田さん、両選手ともにこれはものすごい戦っているんですよね。そうですね、はい、ただねあのこうずっと見てくると八津選手の動きがね非常にあのアクションが派手ですよね、それだけにねあの天理選手随分ねあの不利に見えるんですが、はい、私は決してそう思わないんですね、はい、じっくり構えた戦いをやってますね、さあその辺どうでしょうか。まずは場外戦じっくりと見てみましょう。さあ八津吉明が攻勢を取る鉄柱攻撃か、天竜の左肩を青い鉄柱にぶつけました。天竜苦悶の表情です。今エプロンサイドからリング内に転がり込みました。さっきからね、はい、だいぶあのボディを切られてるんで、まあ、そういうのがねスタミナに多少影響してくるんじゃないかと、なるほど、思いますけどね。でもまあこれぐらいじゃねまだまだ前なんでしょう。お客様からは
この両選手に天竜頑張れ、そして八つ頑張れ、このように五分の声援が飛んでいます。さあ放送時間の方は残り5分を切っておりますが、さあこの放送時間内に決着がつくか。さあまず大技展開、八つ吉明フロントスープレックス、ワンダースープレックスでカウント2まで取りました。なお次回のこの時間の放送は来週沼津からの実況生中継ですが、鶴田対レイスのインターヘビー級戦、そしてまた来週の野球中継が雨で中止の場合は横須賀より実況生中継、長州対ゴディの PWF 戦、このカードを中心にお送りする予定です。さあ残り時間5分を切ったところで八代尺がミサイルキックであります。ちょっとこの辺が山田さん一つの山になりそうですね。そうですね、今のキックは良かったですね。あの大きさでね、あそこから飛ばれたらちょっと天竜もダメージ受けますよ、はい、さあなんとしてもやはり天竜が八つを警戒するのはあのジャーマンスープレックスホールドでしょう。そして八つにとりましてはやはりあの天竜のこのパワーボブでありましょう。さあ放送時間は残り4分を切っております。大技展開から今度は背後から攻めるコブラツイスト、コブラツイストの体勢だ。これも天竜のスタミナを奪うことであります。若林さん、はい、スーパーストロングマシンのコメント聞いてきました、天竜の夢のに挑戦するわけですけれども、はい、八つより先の俺は必ずベルトを取るぞと、こういうふうに言ってますね。あ、そしてもうじーっと今までの流れを見てきて、作戦はもう頭の中に十分叩き込んだと、このようにスーパーストロングマシン言ってます。そうですね、思えばあの先週放送の後楽園決戦でも鶴田マシンの戦いにこの天竜が椅子を持って鶴田の球場に囲んだ時にやはり来たか、天竜は来ると思っていた、このようにマシンは控え室で試合を語りました。さあ天竜の相手はこの八つだ、そしてマシンだ。オクトパス入ってますね、入っていますね、まあ、この技もねロードウォーリアーズもやってまいります。はい、かけられる方も痛いんですけども、かける方も不安定ですからね、はい、さあ崩れた体勢でエプロンにもつれ込みます。放送時間は残り3分を切っています。放送時間は残り3分を切っています。時間の続く限り実況を続けてまいりたいと思います。まあ、放送時間内に最後までお伝えできないかもしれませんけれども、あしからずご了承いただきたいと思います。さあ安田今度は攻め込む一進一退の攻防だ。張り手合戦、張り手合戦だ。コーナーに天竜を追い詰めて、さらに何を考えているか、技の組み立て、八つ吉明、おっと下から組み上げた、さあ円錐を狙っている、円錐切り、円錐切り、ヤツの後頭部にヒット、狙っていましたね山田さん、うん、やっぱりね一発目、腹へ決めてから余裕を持って叩きつけたんですよね、はい、そうですね、完全にヒットはしてましたね、はい、5月10日から放送席の馬場さんは石川を伴いましてこのハワイの輪島の特区に旅立ちます。そして6月からはあの元 NWA チャンピオンのパッドコーナーがこの輪島のサポート、レスリングの指導に当たるということであります。さあそれが天竜にも刺激になっていることがありましょう。さあ放送時間が残り2分を切っております。さあ両選手どういう戦い模様を展開するか、ここまで山田さんどうですか。やっぱりね、あの天竜選手が、ね、押され押されのね、はい、試合をやっているように見えるんですが、やっぱりまだまだ上になってますから力ありますね。あのまんまね、はい、スタミナを失ってたら、原爆がてめ食ってますよね。なるほど、まあ、馬場さん、この2人の戦い模様というのは回を重ねるごとに本当に激しくなってますよね。そうですね、まあ、あのそのたんびにね2人とも上手くなってますよ。はい、さあ一進一退の攻防、本当に受ける天竜、そして攻めるやつ、この辺の心理状況。さあ今度はローピギは天竜がこう叩き込む、こう叩き込みます。残り時間まもなく1分を切ろうとしています。まもなく1分を切ろうとしています。ちょっとこの放送時間内に決着をつけることが難しくなってまいりました。大阪大会からマジックシリーズ、あのロードボーリアーズもやってまいります。さあその前に決着をつけるんだ、両選手残り時間1分を切りました。あーっと大技展開、大技展開、天竜大の字。さあどうか、残り時間50秒、放送時間は50秒を切っています。まあ山田さん、この一節から見てですね、まあ結果はどうなるか分かりませんが、決着がつかなかった場合には再戦、それも今度はベルトをかけるということになりましょうね。当然そういうことになるでしょうね、はい、さあ抑え込みに行きました、抑え込みに行きました、八つ吉明、この辺が村月八丁でありましょう、両選手であります。さあムンズと髪を掴んで、残り時間は放送30秒であります。ジャーマンの体勢だ、ジャーマンの体勢だ。さあどうでしょうか、さあどうでしょうか、次期シリーズ天竜はユナイテッドナショナル戦、マシンの挑戦を受けます。またやつはロードウォーリアーズ、ハリケーンズとインターダックの2連戦があります。こうした中で両者の戦いはどう展開されていくのか、来週から始まる86スーパーパワーシリーズ、どうぞご期待いただきたいと思います。どうもご両人今日は解説ありがとうございました。この辺で松戸から失礼いたします。さよなら。
さあこちらは4軍対抗チャンピオンズナイト行われております松戸市運動公園体育館であります。さあ両選手本当に汗みどろになってこの2回目の対決が行われておりますが、天竜が上になってそしてキック攻撃挑発するようにキック攻撃を安に圧かけていきます。そしてさらに今度は場外戦か、天竜から場外に注ぎました。八代社協を場外に注っています。そして何を持っていくか、場外戦だ場外戦だ。さあ八代社協をフェンスにぶつけたフェンス攻撃であります。先ほど八代が場外戦を挑んだだけにそのお返しとばかりにフェンス攻撃、そしておっと天竜が椅子を持ったぞ、天竜が椅子を持ったぞ。ああ一撃二撃でも山田さんこの辺は落ち着かなきゃいけませんよね。そうですね、まあ、ただねさっきの試合で八代選手がスープレックスを狙ってましたね。それをね天竜選手はただ単にディフェンスして外しただけじゃなくてもうその時腕取りで逆転してるんですね。あの辺が非常に落ち着いてますよ。さあこの天竜の隙になりますが石田さん、おっとこれもやはり落ち着いている。やっぱりね今もしっかりロープ持ってますね。はい、この辺の状況判断であります。天竜は今日は落ち着いている。さあそして円錐切り、今夜2発目の円錐切り、八つの後頭部を捉えました。まあやはりこの辺からやっぱり山田さん前回のように持てる技ポンパレードですね。そうですね、はい、ああーっとラリアット左からのラリアット、ね、山田さん当たりどうです。今のはねカウンターに近い当たりですね。そうですか。しかしねまだ腰がしっかり入るっていうところまで行ってなかったようですね。この辺は苦しいところがありましょう両選手。さあ15分が経過いたしました。まだ試合時間は60分一本勝負ですのでたくさんあります。さあ調子を測るバロメーターエルボードラッパー、さあそのままエビに当てる決着つくか、カウント 2.5。 今はねタイミングで言ったらフォールなんですがね、はい、レフェリーがしっかり見てたようですね。さあそっからの詰めだ、そっからの詰めだ。さあもう一回行くのか、もう一回行くのか、同じ技を2回使うのはどうか、とかしまった、とかしまった。さあもう一回覆いかぶされていきます。やつどうだ、執念で跳ねのけました、肩が上がりました。馬場さん今の攻撃どうですか、天竜の攻撃。そうですね、あの八つがね同じ技を2つ食ったってことはね随分弱ってると思うんですね。この3つ目もあ行きましたね、行きました行きました。天竜3連発、今度はどうだ、カウンター2。山田さんはどうですか、3連発。やっぱりね八つ選手かなり弱ってますよ、うん、あんなね同じ技3つ食うなんて信じられないですね。しかしそれでもね、まだねカウント通じ起きてますからね、これも最後の頑張りでしょう。若林さん、スーパーストロングマシンが移動を始めました。おっと不穏な動きを見せております。こういうレポートがスーパーストロングマシンにつきまして寺持アナウンサーからレポートが入りました。さあどうだ、今度は起死回生の円柱いける、やつも頑張る、やつも頑張ります。そして三人の応援団に大きくアピール。さあなんだ、さあなんだ、邪魔だ、邪魔です、綺麗に決まったぞ。さあどうだ、カウントが入る、おっとスーパーストロングマシンが入る、スーパーストロングマシンが入るであります。不穏な動きを見せていたというカムソンのレポートがあったんですが、その後はスーパーストロングマシンが乱入。山田さん試合をぶち壊してしまいましたね。そうですね、あそこでね、まあ、あの完全にスープレックスはね一応形としては決まってますからね、はい、あの後、まあ、天竜選手がカバーあのカムバックできたかどうか、それは分かりません、はい、なんとも言えないんですが、あの時点でやっぱりああいうふうに乱入するといかんですね。思えば先週の後楽園ホールに続いてその返しだが、ちょっと聞いておきましょう。マイクを掴んで声を送ります。スーパーストロングマシン、そして股中に入った、そして超ある、6月中日武道館でこのマシーンと見られていますがヘビー級の防衛戦、マシーンの挑戦を受けます天竜現地上であります。山田さん今何人来たんですか。いやよく聞き取れないですね、はい、まあ、つまりねあのお前からパイプを取るのは俺だと、あなるほど、そんなことを言ってるんじゃないですか。しかしこの8つは面白くないですね。
判定も聞こえない。ノーコンテストこういう今判定が放送席に参りました。16分53秒これは当然ですね。山田さん、やっぱり仕方がないでしょうね。しかしこの天竜の目前でお前の挑戦者は俺だ、このように言われたやつは面白くないですね、これはね、まあ、はい、技をね、あそこまでいい技ちょうどかかった後に乱入されてる、そういったことでやつ選手も不満でしょうし、はい、まあ、天竜選手にすれば逆にあれはいわゆるボールはされないという気持ちもあるでしょうしね、いずれにしても邪魔されたわけですからね。馬場さん、これからという時ですよね。そうですね、まあ、天竜もね、あのジャーマンを切ってもそんなに弱ってませんからね、はい、まだまだ試合続いたと思うんですが、こうなったらやっぱりマシンを先にやっつけて、2人がどっちかが先にやっつけることですね、はい、思わぬハプニングがありました。マシンが乱入というハプニング。